ケフサイソガニは、十脚目木図ガニカニ分類されるカニの一種。日本を含む東アジアの海岸に分布し、奇水域の長艦隊で多く見られる。分布域では、ありふれたカニであったが、21世紀初頭に、タカノケフサイソガニエッジ、タカノイトの2種に分けられた。生態は、幸福30ミリメートルに達する。甲は、後ろが、わずかに狭まる台形で、 甲の全側縁には、眼下外縁も含めて3個の巨子がある。甲表面はほぼ平滑だが、全体的に弱く膨らむ。オス生体のハサミ足は大きく発達し、噛み合わせ部分に、毛の束がある。メスのハサミ足は小さく、毛の束もない。また若いオスにも毛の束はない。なお、この毛の束は、外側が小さく、内側が大きい。生体の体色は、 背中側は、高褐色、開白色で、不規則な暗色斑が散在する。腹側は、ほぼ白いが、東京部から、腹部の各所に、明瞭な黒点が散在する。体色の個体差は、生体では小さいが、若い個体では、甲の背中側の両端に、大きな白斑が現れる個体や、全体的に緑色の個体もいる。類似種は多いが、高野家夫妻蘇賀には、 腹側の黒点が小さくて、オス生体の毛の束が、内外とも同じ広さであること。イソガニは、紫と緑褐色のブチ模様であること。ヒライソガニは、甲が扁平、ハサミやシカブが、大色、覆面に黒点がないこと。台湾ヒライソドキは小型、甲が扁平、オス生体の毛の束は、外側が大きいこと等が、区別点である。確実な産地は、日本、 台湾、中国沿岸である。日本では、全国の海岸で見られ、特に内湾に沿岸で、個体数が多い。内湾、気水域の長官隊から長官帯にかけて生息する。潮が引いた海岸では、天石化や柿殻の間、等によく見出される。人の手が入った環境にも多く、コンクリートブロックの下や、石組護岸の間にも見られる。 隠れ場所が全くない砂ーのみの区域、淡水の影響がない区域、荒波が打ち寄せる区域には、ほとんどいない。高野家夫妻蘇我ニとはほぼ同居していて、どちらか一方しかいないという地点は少ないが、外洋に近い環境では本種、波静かな内湾環境では、高野家夫妻蘇我ニが優先する。磯ニや平イソガには、本種より、外洋に面した環境を好み、 台湾ヒライソモドキは、本種よりも淡水に近い環境を好む、住み分けが見られるが、これらが混在する区域もある。植生は雑食性で、小動物、海藻、生物以外、デトリタス等なんでも食べる。主な天敵はイイダコ等の等速類、クロダイ等の大型肉食魚、水鳥である。繁殖期は6から8月で、この頃には放卵したメスが見られる。 日本では、北ほど、繁殖期が短く、産卵回数が少なく、メスの最小放卵サイズが大きい。卵から孵化したゾヤ妖精は、約3週間の浮遊生活を送り、メガロパ妖精に変態した後に、寄水域に定着する。食用にはならないが、黒鯛などの釣り絵に利用されることがあり、類似種とともに、釣り具店で販売される。本種は、 日本の内湾海岸では、ありふれた普通種だったが、1997年、高野正嗣、池田実、木島昭弘の3名によって、ケフサイソガニは、形態の際から2型に分けられることが指摘された。本種のタイプ標本との比較がなされ、タイプ標本に合致しない方の方が、新種高野ケフサイソガニエッチ高野や桜井渡鍋2005として記載された。 普通に見られるカニが、実は二種だったという報告は、甲殻類研究者たちを驚かせた。この二種は、オス生態のハサミ足の毛と副足の黒点で、区別できるが、形態も、生息環境も、本種とよく似ている。副足を見れば区別が可能だが、背面の実を撮影した写真、または、色彩が失われたメスの液心標本は、専門家でも区別が困難である。 それでも、本種と高野サ夫妻ガニの雑種は報告されていないこと。ヨーロッパ各国で外来個体群として報告されているのは、高野サ夫妻ガニのみであること等から、遺伝的にも別種とされている。従来までのケフサ夫妻ガニが2種に分けられることになったため、図鑑等の図書や生物調査においても、再検討、再調査の必要が生じた。 2010年代の時点では、各地の研究者によって2種のデータ収集が進められている。ABCDE 宮家貞吉、原色日本大型甲殻類図鑑 IISBN45 億8630万6201982年保育者、ABCDE 鹿児島の自然を記録する改変 川の生き物図鑑鹿児島の水辺から ISBN 4億9313万 7669X2002 年南方新社 ABCDE アキラー桜聖市渡辺ヘミグラプシス高野井ニュースピーシーズ A シブリングスピーシーズオブザコモンジャパニーズインタータイダルクラブ H ペニシラタスジャーナルオブクラステーションバイオロジー 25、279、292、2005、ハット ABCDEFG 朝倉明。日本の海岸で普通に見られる。あるカニが、実は2種だった。ケフサイソガニと、タカノケフサイソガニタクサ。33から39。2006年8月20日。日本動物分類学会。ABCDEFGHI 三浦智之。 日型の生き物図鑑 ISBN9 長7848億6124万13902007年南方新社 ABCDEF 鈴木、高尾、木村昭一、木村太鼓、日型生物調査ガイドブック東日本編、ISBN 9長7849億942万3812009年日本。 国際湿地保全連合、ABCDF e 今原幸光編著、写真でわかる、磯の生き物図鑑、ISBN9 兆7848億8716万17642011年トンボ出版。ありがとうございます。